スポーン。はい、どうも皆さんこんにちは、 MSS プロジェクトでございまーす、はい、さあ今回ですね、我々にぴったりな面白いおもちゃを持ってきましたんで、はい、今回ご紹介したいと思います。それはこちらでーす。ドワワワワワワワドドーン、叫べトントンボイス相撲。我々、まあ、MSSP の特徴としましては、うん、とにかくうるさい、うるさい、もう声の音量が大きすぎる、うん、でもてめえこいつなしたこいつ急にこいつじゃあもうここら辺にマスコットしておる。そうだね、こいつはもう今日から MSSP のそうだ、5人目の、はい、何やねんあいつ、すいませんちょっと邪魔が入りましたなんか部外者だこちらはですね、声でだからトントンって言うと、はあ、土俵が揺れたり光ったりして相手の力士を押したり、まあそういうことができるので、まあトントン相撲の声バージョンです。おはい、なので今回これちょっとプレイしてみますよ、ね、はい、やっぱ MSSP のね、しかもこれ一人でも遊べる CPU 対戦モードある、マジかよ、めちゃくちゃむなしない一人で、しかもトントンって4人同時プレイもできんじゃん。おすげえ、なんかいっぱい紙がある、あ行事と力士、まあこういうふうに紙相撲のね歴史が、でも結構ちゃんとしてる。ボイスの縛りカードみたいのある。あ、縛りカードなんてあるんだ。例えばラップでトントンボイス相撲、あー古今東西とか、これシール、あー、それ土俵の飾り付けだな、うん、すごい下手くそやな。デカールの神って言われてるから神様、デカールの神もここも破ってる、破ってるし、ここちゃんと張ってないし、うるさこいつ、どすこい、あ、大きさも違うんだね。クマでけえもん。それはクマだからね。ウサギもでかいかな。あ、最後に真ん中の2本ですね。もう全員押し出しだ。押し出しだったね。これ耳の離れすぎてね。ええやろ。まあいいよ。まあいいや。厳密な遊びだから。あ、まあまあ。はい、というわけで、うん、準備をできました。デカールハルトかなりね、賑やかな感じですね。賑やかな。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。はい、試しに、じゃあ誰と誰対誰でいく、まずは2人やってみましょうか。お、やりたい。じゃあキッくん VS、 じゃあやってみるか。よし、じゃあアロマ、よし、キャラを選べ。まずいっぱいいるな。俺やっぱ JK かな。じゃあウサちゃん。お、JK VS、 JK バスウサちゃんJK 細いわ、足細っ、これ多分弱いよ。まあ確かに絶対だって頑丈な方がいいもんな。うん、これ組ませるの結構重要だね、組ませ方というか、クマだね。うん、クマだね。よくもじゃ、ウサギだね。さあ、では早速対戦していきましょう。はい、では、二人対戦モードで。お、お。アロマ VS キックのトントン相撲、用意スタート。トン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 トドン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 、あ、それ勝った方のボタン押すんだ。あ、今やったー、そっちか、しっくしょ、負けたー、今やれやれ、しっくしょー、ちょっともうちょい頑丈なやつ、倒れた時点で負けやろ、だから普通。いや、まあそりゃそうだな、分かっとるわ。だもうほんとこんぐらい、もうめっちゃガッチリいくからなんて、クマ強そう、クマ強えな、ね、これでかい方どうしようか、そうだね、ドン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 、こいつ、はぁ、何も理解してない大丈夫か。なるほど、わかりました、わかりました。おぉ、なかなかいいじゃないですか、はい、でも、ほん、な、なん、マジどういうあれで反応してるのか謎だよね。トン、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 はぁ、なんか回数に結構違いがある。あの僕のアクリルスタンドをやめてくださいトン、
こいつだってめちゃくちゃ強いこいつすげえ安定感がない。これ全員がかりじゃ無理だろ。無理無理無理。分かりました。じゃあ縛りプレイでちょっとやってみましょう。はい、縛りプレイ結構いろいろありますよ。と例えばじゃあ適当にちょっとアトランドムやってみてよ。じゃあ一個引いてみますね。オッケー。じゃあうわっ何ラップでトントンボイス相撲。あ、いいね。ラップでトントンボイス相撲やってみましょうよ。はい、じゃあ俺は、あ、俺か。まあいいや。まあ、別に。じゃあ俺対キックな。いいよ。俺ロボリッチ。やっぱ、そういう、ヤンキー。ラップといえばヤンキーやな。なるほどね。ヤンキー弱そうなんだけど大丈夫か。めちゃくちゃ組ませた。よし。もう全然もうこいつ立ってねえじゃん、そもそも。うるせえな。すげえ煽ってる。2人でトントン。よし。よし、いきます。オッケー。ラップで勝負。よいしょ、キャプテン。お前は有名の女で有名人になるのかよ。俺はお前をよ。なるほど。イエーイ。じゃあ次アロマ対応。じゃあ俺がトントン。ああ、じゃあ聞いてくれ。お、必殺技でトントンボイス相撲。よし、組ませる組ませる。何選べ。こいつの存在忘れてた。それ強いだろ。こいついないと。こいつ、こいつ強いだろ。ああ、それ真ん中に置くってことか。それ行事だもんだって。あ、そうか。行事一番強いぞ。だってこいつ自立してるもん、唯一。桃太郎。じゃあ、金太郎にしてこう。桃太郎。桃太郎対金太郎という。桃金。一寸桃金太郎。こっち邪魔だ。結局邪魔だった。はいはい、よし、準備ですか。オッケー、必殺技、はい、では必殺技の名前でトントン相撲、よーいスタート。ハドキ、はい、ファイナルカット、ファイナルカット。早いよ。さあ、アルマの勝利でーす。イエーイ。じゃあ、あとはね、面白いのがね、うん、変顔でトントン ボイス相撲対決。変顔しても意味ないやついる。丸から始まる言葉でトントンボイス相撲。うでの。あ、でも、あ、ダメだ。だから両方がちゃんと足、地に足ついた状態。これで結構いけんじゃないか。ちょっとやってみ。しなきゃいけない。これで、何が変顔でやってみよう。いいよ。速攻だよ。早い早い。よし、いけ。何何、じゃあ次はうから始まる言葉でトントン。よし、いけ。よっしゃ。うんこ、うんこ、浮き輪、うんこ、すげえ、うぶりか、うなぎ。ああ。今のはどっちだ。今のクマじゃない。クマ勝った。イエーイ。喜んでいいのかよくわからない。俺うんこしか。うん。あとすげえって言ってた。あ、じゃあルール無視したってことで、じゃあ最後4人でやってみよう。ちょっとめちゃくちゃがんじくらめしてみよう。もう安定したら勝負開始。よしよしよし、じゃあもうマイクはここに置こう。じゃあ誰俺メカ、俺クマ。じゃあ、あの金髪、あの鬼か最後。じゃあいくぞ。何手を前勝負。お前なんか言った？よっしゃー、コロナーって。神のゲーム。奇跡だけど、俺 VS 俺。全部俺。全部俺。どっち勝つのこれ。デフォルメの方かな。いやー、こっちの方が強そうだな。もう始まった。勝負だ！おら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 、俺頑張れ、俺頑張れ、俺頑張れ、これは素晴らしいゲームでしたね。はいはい、すごい。動画をご覧いただき誠にありがとうございました。 MSS プロジェクトはニコニコ動画、そして YouTube にチャンネルがございますので、ぜひご登録の方をお願いできれば幸いでございます。登録ボタンが高評価とか高評価とかともに思いますので、ぜひご登録の方よろしくお願いいたします。絶対これいらない。あとは、概要欄、下の説明欄、
いろいろ情報が載ってますのでそちらの方もチェックしていただければ幸いでございます。ああ